ええー、おはようございます。西野でございます。あのー、今日はボイシーの配信が遅れたんですね。何か、ええー、と、事故が起きたわけでも何でもなくてですね。ただの僕の二日酔いっていう <laughs>。本当だらしないなと思う。昨日ね、えー、っと、チムニータウン、チムニーコーヒーのスタッフの皆さんと飲んでて、で帰り道に、 ちょっと収録してみたんですけれども、全然ろれが回ってなくて、いやもうダメだなと思って、まあ酔っ払いながらでもちょっと収録できるのかなと思って喋ってみたんですけども、もう全然ダメで。で、もうダメだっていう、その収録中に、もうごめんなさい、これあのー、お蔵入りしますみたいなことして、えー、せっかく、まあ撮ってたんですけども、お蔵入りしました。で、えー、今朝改めて収録させていただいております。 面白かったですね。昨日の夜は、あのー、毎週キングコングの収録があったんですね。あの、今週の、ごめんなさい。ちょっと雑談から入りますが、今週の毎週キングコング、これ絶対に見てください。もうめちゃくちゃ面白い回になってます。っていうのも、ちょっと、えー、いつもの毎週キングコングと、経路が違うんです。学校のセットで収録してるんですね。 で、えっと、梶原さんと、そして山口トンボさんが、学生服で参加 <laughs> しております。で、えー、西野先生が現れて、えー、ちょっと授業をするみたいな、えー、回になってるんですけども、めちゃくちゃ面白かったですね。あのー、まあ、さんとトンボさんのリアクションがもう最高に面白くて、なんか学生服入ってるから着てるから、ちょっとスイッチ入っちゃってるんですよ。 で、もう本当にあの、ゴリゴリのコメディ要素で、えー、たっぷりでですね、やってるんですけど、これ絶対今週の毎週キングコングは、えー、見ていただきたいなと思っております。まあ、お察しの通りですね、えー、私の最新刊もう4月の19日発売となります、最新刊夢と金のですね、えー、まあちょっと宣伝を兼ねて、えー、お金の授業をしております。 ただ、堅、えー、苦しいお金の授業ではなくてですね、もう梶原さんとトモさんが非常に面白くしてくださって、えー、もう本当にコメディ要素たっぷりでやっておりますので、ぜひご覧いただきたいなと思っております。えー、絶対に面白いです。<laughs> そんなこんなで本題に入りたいと思います。今日はですね、 あのー、大きい会社を作るための仕組み化あについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。大きい会社っていうか、チームを大きくするとか、会社を大きくするときの仕組み化についてちょっとお話しさせていただきたいなと思っています。で、これ何かっていうとですね、えー、先日、あのー、会社を大きくしたいんですと。 そのためにはどういうふうに、えー、仕組みを作っていったらいいですかみたいな相談をされたんですね。まあ会社を大きくすることが基本的な目的であると、ゴールであると。で、どういうふうに仕組みを作っていけばいいですかみたいな。まあ確かに、自分もですねうん、まあチムニータウンっていう会社はそんな大きな会社じゃないんですけども、 えー、プロジェクトによってはですね、スタッフが何百人っていうプロジェクトがあったりして、で、その時にやっぱ仕組みっていうのは絶対に必要になってくるんですね。で、それ待って多分相談を、えー、西野に、えー、してこられたんだと思うんですけれども、これ結論から言うとですね、会社を大きくするとか、チームを大きくするときに、その仕組み選考で、 大きくなってることって、あんまりないなと思ってます。いや、あるのかもしんないけど、僕の周りのね、でけえチームを見たときに、なんか仕組みとかそんなことよりもですね、創業者、経営者の変態的なこだわり、えー、熱量、変態的な、努力量がですね、その会社チームを大きくしているっていうのが、先で、なんか交通整理は大体後からやってるなっていう。 まあ、要するに、でけえ会社って、大体、行き当たりばったりだなっていうのが、周りの経営者さんとか、周りのチームを見てると、ほとんどで、なんか仕組みがよくできてるから、この会社がでかくなったって、なんかニュースとかね、記事で見ると、この会社がでかくなったりは、こういう仕組みがあるからだ、みたいな、ね、あの、よく見かけますが、 いやいや、そはそうなんだけど、その会社が、えー、その仕組みで回ってるのは間違いないんですけども、そんなことより何よりも、その創業者、経営者のやっぱり、変態的なこだわりとか、カリスマ性とか、なんかそれが全てだなと思っています。いや、もしかするとね、例えば、そうだな、うん、じゃあソフトバンクさんとかが、まあ、今すごい、あの、いい感じで、こう仕組み化できている、 とは思うんですけれども、そんなことより何より、やっぱり、ソンマ・サさんの最初の圧倒的な、えー、こだわりだとか、変態的な努力だとか、そっちがチームをでかくしていて、このでかくなったチームを交通整理するためになんか仕組みみたいなものがあって、まあ、そ、そしてでか、でかくなったチームをよりこうでかくするときに、なんかこう仕組みみたいなものは必要になってくると思うんですけども、仕組み先行で、 会社チームが大きくなってるっていうことってあんまないなと思うんです。で、どっちかって言ってばチーム、でけえチームっていうのはいつも行き当たりばったりだなっていうふうに思ってます。なんか、えー、昨日かな、おとといかな。あの、映画のスーパーマリオがこれ世界的に今大ヒットをしてるんですね。で、日間、公開から5日間で確か500億円とか。 工業収入500億円が、5日間でですよ。世界的な、世界の工業収入が500億円みたいなになってて、まあすごいヒットしてるんですけれども、じゃあ、任天堂は、ここまでの、えー、プランを描けていたかというとですね、絶対描けてなくてで。絶対描いてない。そもそも任天堂って最初花札の会社じゃないですか。そっからスタートして、 なんか、スーパーマリオみたいなものを作って、そして、えー、映画にするみたいなことは絶対に考えてなかったはずで、なんか目の前のことを一生懸命やった先に、あ、こんないけるかも、あんないけるかもで、すごい、えー、目の前に降りかかってくる問題をこう、どん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 ,どん解いていくうちに、えー、とんでもないところに行ったっていうのが多分任天堂の姿だと思うんですね。あ、それこそ、なんか自分は、 そのアニメーション作るからすごくすっごく羨ましいと思っていることがあって、それは何かっていうとスーパーマリオのグラフィックなんですね。あの映画スーパーマリオのビジュアル、めちゃくちゃ羨ましくて、あのー、ちょっと踏み込んだ話、テクニカルな話になるんですけど、う、え、ん、っとね、3D、CD とか作ってるとやっぱりね、曲線ってめっちゃむずいんですよ。曲線を、 まあめっちゃむずいっていうかもう曲線がもうシンプルにお金かかるんですね。曲線を作るのっていうのが、ニュルンって言われる感じ、ちょっとわかんない。説明が下手すぎますね。ごめんなさい、二日いなんで。許してください。そう、曲線ってめっちゃむずいんですよ。角角の方が楽なんですね。楽っていうか、まあ、あの、直線、角、角、角ってやってる方があまりコストがかかんない。でもさ、 カクカクしてるとさ、全部が直線だとさ、ちょっと不自然じゃないだから CG で、あのー、頑張って曲線を作るんですけども、曲線を作るのっていうのは非常にこうコストがかかっちゃう。そんな中、スーパーマリオって、カクカクしてるのが正解じゃないですか。あの、ブロック塀とかさ、 なんか、カクカクしてるのが正あの、背景ね、特に背景なんですけども、カクカクしてるのが正解でしょなんか、あそこにさ、なんかすごい、あのー、実写のようなさ、木々とかは出てこないわけで、えっ、ー、と、カクカクしてるのが正解じゃないですか。で、その、うースーパーマレーっそもそもなんでカクカクしてるかっていうと、あれやっぱり、ファミコンでね、当時あれは、 8ビットですかねという限られた容量の中で、えわ、ー、かりやすくね、えー、伝えるために、そのドット絵っていうのがあって、そのドット絵を今映画で再現してるわけじゃないですか。で、ドット絵が再現できたら、うわぁ本物のスーパーマリオだみたいな。うわスーパーマリオのアニメーションバージョンだってなるわけでしょドット絵を再現すりゃいいんですよ。ドット絵がスーパーマリオの正解であって、あれ他の映画でさ、 あんな背景がさ、例えばブロックベイみたいな感じでカクカクしてると、何この謎のカクカクした世界みたいなになるんですけども、スーパーマリオの場合は、そのカクカクしてるのが正解であると。あの、あのアニメーションのスーパーマリオの場合は、カクカクしてるのが正解。それはそもそもスーパーマリオっていうのは、えっ、ー、と、ドット絵からスタートしてるからっていうのがあるじゃないで、ああいうのを見たときにやっぱり思うのは、やっぱ やっぱり行き当たりばったりなんですよ、ね。行き当たりばったりの中でホームラン打ってるっていう。なんか、最初ドット絵からスタートして、これがアニメーションになった時に再現しやすいよねって多分何も考えてなくて。もう、最初のファミコンがバッて出た時に、このファミコンのこの容量の中で、どういう風に、えー、キャラクターとか背景とか、設計していこうかってやって、もうそこはもうめちゃくちゃ頑張ったと思うんですけども、 思うんですけど、頑張ったんですけども、それが、えー、後々 CG になった時に、結局一番の武器になっちゃったみたいな感じで、結構行き当たりばったりで、その中で答えていって、えー、ホームランを打って、で、会社チームがでかくなってっていうこの繰り返しだなと思うんです。最初に道なんて描けてないし、いや、もしかしたら、 描いてたのかもしれない。任天堂さんは花札でこうやっていくぞっていう道を描いていたのかもしれないですけど、その通りにはなってないはずなんですよね。なんか最初のプラン通りに会社が進んでいくってほぼ僕はないと思ってる。そんなことよりも、経営者さんとか創業者さんとかん、そっちのですね、もう熱量ですね。で、任天堂の歴史を見てみると、もうとにかくチャレンジしまくってるんですね。 で、失敗はいっぱいあるんですよ。だから思い通りに行ってないんですよ。思い通りに行ってないけれども、ただその時々で、あの、とんでもないホームランを打って、で、それにホームランに乗っかって会社はそっちの方に行くっていう、なんかそう、なんかイメージね、でけえ会社って、そうだな、なんか目的地があって、 それに対してもう、Google マップみたいなのがあって、あの、経路みたいなのが描けてるみたいな。で、そこに対して今年はこれをする、来年はこれをする、3年後にこれをする、4年後にこれをする。それを、そのプラン通りにいってるみたいなイメージがあるんですけども、そんなことなくて <laughs>、あの、目的地すらちょっとふわふわしてるみたいな。最初の目的地と全然違うところに進んでる。 けれどもうん、人間力で突破していってるっていうのが、これが実際のところなんじゃないかなと思っています。っていうか、周りの経営者さんとか見ると、当初思い描いてたとこと全然違うところに行ってる人ばっかりだなと思ったので、なんかその、仕組みを作るとかさ、あの、会社のプランを立てるっていうのは、結構こう、まあなんか後付けっぽいなと思います。 本、あの、その経営者が本に、えー、書いた時とかに、私の会社はこういうふうにして大きくなりました、みたいな、言ってるんだけど、それ後付けでしょっていうのが、本当のとこじゃないかなと思います。だから、やっぱチームをでかくしようと思ったり、会社をでかくしようと思ったら、経営者がね、あの、でかくないと、話になんねえなっていう、経営者がめちゃくちゃ魅力的で、めちゃくちゃ変態的なこだわりがあって、熱量があって、もうとにかく頑張るっていう、 まあそこに尽きるのかな。要するに人に尽きるんじゃないかなと思ってます。人以上に会社がでかくならないっていうのは昔先輩に言われてあんまりピンとこなかったんですけども、最近になってほんとその通りだなって思います。やっぱり、 会社っていうのは人以上には大きくなんないなってだから会社はでかくしようと思ったら、やっぱ自分が人間的にでかくなんないと、まあ話になんねえんじゃないかなって思っております。そんなこんなで今日はですね、えー、大きい会社って大体行き当たりばったりで <laughs> やってますよっていうお話をさせていただきました。オンラインサン西野明ロエンタメ研究所では西野明ロが現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2、3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日 日をお過ごしください。キングコングの西野亮廣でした。じゃあまたねー。 すいません。最後にお知らせをさせてください。えー、4月の18日火曜日ですね。平日ではございますが、えー、西野秋広の最新刊夢と鐘の、えー、サイン会が決定しました。これは大阪で、えー、あります。16日に東京でサイン会をしてですね、18日は大阪でサイン会があります。ちょっとお時間と場所をですね、ご案内させていただきたいなと思ってるんですけども、 朝11時からですね。 えー、木の国屋書店梅田本店さんでありまして、その後13時半にですね、木の国屋書店天王寺三代店。そして15時半にですね、ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店。そして、えー、17時にですね、私の地元でございます、木の国屋書店川西店にて、それぞれサイン会が、えー、開催されます。えー、このサイン会整理券が必要となります。えー え、各、店舗さんでですね、整理券をですね、え、ゲット、事前にですね、え、ゲットしていただきたいなと思っております。えっと、電話でのお取り置きは、えっと、不可能になっておりますので、えー、実際にその店舗さんに足を運んでいただいて、サイン会、西野のサイン会の整理券くださいなっていうことをですね、えー、店員さんに言ってください。よろしくお願いします。まあ、その夢と金のね、 え、発売が近づいてまいりまして、これを届けるためにやれることは全部やろうかなと思ってます。思いつく努力はもう全部やるっていうことを決めておりますので、もう平日ではありますが、 えー、大阪でサイン会をします。えー、関西の方はですね、ぜひご参加いただきたいなと思っております。お待ちしております。概要欄の方にサイン会の詳細、えー、が書かれたリンクを貼っておきますので、えー、そちらから、えー、詳しくはですね、見ていただきたいなと思っております。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野き色でした。じゃあ、またね